たたたた。わかりました。Okay. My eyes into camera? Yes. Okay. Okay. 私は井田行きます。今回の展覧会は Here and Now です。本展の Here and Now で展示する新作は生と死という永遠に続くサイクルに焦点を当てており、主に肖像画と頭部のブロンズ彫刻で構成されております。さまざまな強さのストロークを使った作品はそれぞれに私の感情や記憶の揺れ幅を描いており、人が切断の時どう断片的に記憶を反映するのかを示しております。私のメインテーマは一期一会で、時間という一度しかない瞬間、そして出会い、そういった概念を大切にする日本の古くは茶道から来るコンセプトを表現した10個です。今という瞬間は一度しか訪れません。今回の展示作品は私の人生における一期一会の探求を反映した日記のような作品たちです。私が目指しているのはこの世界で起こる現象自体を私のフィルターを通して作品に投影することで、過去から現在に至る数多くの今との全ての出会いを視覚化することです。私の作品を称えるリズムの絶え間ない変化は、そこに描かれた狂気や歓喜によるカオス、それによって観客にある種の問いを投げかけています。この絶え間なく変化する世界において、物事人々はあちらこちらに散らばっていますが、無意識のうちにつながっていて今日の世界を形作っています。人々は過去から現在、そして今ここに確実に存在し、それぞれが各々の物語を紡いでいます。私の作品はそんな人や物事との奇跡的な出会いを集めたもので、私が問われた現実に基づいてそれらの奇跡をキャンバスの上で結晶化することを目指しています。